さあ始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様元気でしょうか。我々もなんとか元気です。なんとか元気です。はい、なんとか元気なミシェルさん、はい、あの医学大学を卒業された方は、医学大学は夢だね、うん、そうですよね。今何を仕事にされてると思いますか。何を、はい、病院の先生。そう思いますよね、はい、なんですが今回まずご紹介するのは医学大学を卒業しながらも医師にならずに別のビジネスを展開していらっしゃるこちらの企業様です。楽しそうだ。人生最後の瞬間、あなたはどんな葬儀を選びますか。近年は亡くなられた方だけでなく、残された遺族・親族へのケア、そしてさまざまな葬儀プランの提案など、業界自体が大きく変化し始めている。一昔前の葬儀業界のイメージは一新され、不透明なことの多い業界から身近で心の支えとなる業界へ大きな転換期に入っている。そんな時代をリードする存在として自身の使命を果たし続ける男がここにいる。株式会社埼玉金秀代表取締役社長内田康則。大正15年創業、地元埼玉を舞台にさまざまな転機を迎え乗り越えてきた埼玉金秀は、誰もがしたい力になれる葬儀者を目指し、お客様のための事業を展開。人生の最後を演出する、その大きな役割を担うからこそ誠心誠意を尽くしたサポートを徹底。その結果、業界最高ランク5つ星の認定を受けるなど、長い歴史とともに育まれたおもてなしやきめ細やかな心遣いの精神で、多くの人々の人生に花を添え続けている。今回は内田康則をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。埼玉金秀さんという名前の由来を教えていただけますか。はい、大正15年に、創業した時のおじいちゃんっていうのかな、おじいちゃんが内田金太郎って言いまして、その金太郎の金、それから、おじさんが周一おじさん、その周の字を1文字ずついただきまして、はい、金秀というふうになりました。なるほど、はい。まず最初に葬儀屋さんとしてスタートされたのはどういうきっかけだったんですか。はいはい、そもそも内田金太郎おじいちゃんがですね、家具職人でして、で関東大震災の時に、家具職人の腕を生かせてと、いうことで棺を作り始めた、棺桶を作り始めたんですね。それがきっかけで、葬儀屋さんになったっていうふうに聞いています。ちょっと聞くところによりますと、はい、康則さんは、はい、あの医大を卒業されている、はい、ということは本当ですか。そうですね、はいはい、中学高校と男子校の寮生活してまして、まあ、とにかく女の子にモテたいなっていうのがあったんですよ。男子校ですもんね。で周り見渡すと女の子にモテるっていうと、まあ、今時でいうイケメンとか、はい、アスリートだとか、はい、お金持ってる人とか、そんな人がモテてるんで、葬儀屋は、まあ、職業柄病院に出入りするんですけど、そこにいるお医者さんは、まあ、家族からも感謝されるし、まあ、お金も持ってるし女性にモテるんだろうなと思って、それでもって両親からも、まあ、医者になったらっていう勧めになって医大に行ったっていう。じゃあ勉強はもう好きでやられてたんですね。まあ、理科と算数は大好きでした。理数ですか。うわ、それがあったんできっとね、両親が勧めたんだと思うんですけど、はい、一度は医学の道を志した内田だが、そこからなぜ今の葬儀業界へと足を進めることとなったのか、その異色の経歴についてさらに詳しく話を聞いた。そうですね、もう子どもの頃からですね、あの葬儀の手伝いをしてまして、常にその違ったものを作り上げるっていうのが。違ったものっていうのはその各、そうですね、お家ごと人ごとに違ったものを作り上げていくっていうのが、
あ、はい、当時はもうやっぱり自宅でお葬式するのが当たり前だったので、あ、そう、隣と一緒ってことがなくて常に新鮮で、こんな面白い仕事ないなってずっと思ってたんですよね。それで、まあ、いつか葬儀屋になりたいなってずっと思ってました。あ、そこで、ね、大変な時なんだけども、それをこうやって見ながら、あ、この家庭とこの家庭は違うんだとかっていうことが見上げられてたんですね、はい、そうですね。門前の小僧習わぬ経を読むじゃないですけど、ずっと付きっきりで見てたんで、知らない間に覚えちゃった。そういう小さい頃からの親御さんのそういった姿を見ていて憧れていたっていう気持ちもありつつ、ご自身医大に進まれてお勉強もされていって、はいはい、どうやって最後選択されたんですか？そうですね、まあ、学生時代もちょこちょこ親の手伝いをしていて、まあ、大学5年生の時に、まあ、先輩のお医者さんに、まあ、ポルシェ買うのにどれくらいの年月かかったんですかって聞いたらば、5年ぐらいかかったかなって言われまして、もうね、勉強も頑張ってるし病院の実習もすっごい大変なのに、いや、これきついなと思って、でもやってらんないなと思って、まあ医者になるのはもうそこでやめようと、やめようと思いました。自分は葬儀屋のとこの葬儀屋のせがれだから、いつか社長になれるから葬儀屋継ごうで好きだし、もう決めたって感じでしたね。そうして社長を目指し葬儀業界へ飛び込んだ内田。ここで当時のことを改めて振り返ってもらった。葬儀屋を継いだ時はね、24歳、まあ、学校卒業してすぐ継いだんですけど、もう倒産寸前ですよね。もう仕事もないしお金もない状態で、もう1年間何もしない、もうやる気ゼロ状態でしたね、はい。でその後25歳の時に大学時代の友人に誘われまして、地方の方へ行って葬儀屋を始めました。まだ埼玉から地方に行かれて、はい、で地方で葬儀屋始めたんですけども、気持ちが入ってないんでうまくいくはずがないんですよね。で、まあ、1年間だったんですけど、いろいろな体験をさせてもらいまして、その地方でですね、本当に地域に根付いた経営しないといけないなと、地元の人から愛される必要とされる葬儀屋さんをしなきゃいけないなっていうのを、まあ、何がきっかけは分かんないんですけど、突然スイッチが入りまして、気づかれたんですよね。それでまたね、本当さっさと26歳の時に、地元上福岡に帰ってきて、まあ、本腰入れてやろうとっていう感じに。その時にもやっぱりターニングポイントですか？もう、そこですね。もう今までの出て行った時と、はい、もう全く気持ちが違う、はい、もう社長を目指して、もうがっつり行きますね。地元上福岡に戻られて継ぐと決めてからはいかがでしたか？まあ、何ができるかって、まあ自分のやれることをやろうということで、まあ地元の人に必要とされるには、まあ葬儀屋ですから、葬儀の情報だとか仏事の情報に特化した情報誌を作りまして、それをポスティングすると、自分のお店にある印刷機で印刷をして、まあ、お金がないので外注出せないんで、そんなことから始めましたね。地道にポスティング、はい、でポスティングをし始めますと、まあ、少しずつなんですけど、まあ、お葬式の依頼があったり、法事の相談を受けたり、少しずつお客様っていうのも反応が出始めてきて、でそんなことの意見を聞いてましたら、まあ、やはり葬儀式場っていうものが必要なんじゃないのかなと考えまして、まあ、20坪という小さいながらもですね、地元の葬儀ニーズに合わせた式場をその後作りました、はい。なんかその当時印象的だったお客様とのやり取りとか、ああいうお客さんいたなって今思い返すことってありますか？初めてその葬儀式場でやったお客様は印象に残ってますね。式場でやれば何でも楽なのかなと思ってましたね、その時は。ところが実際にやってみた時に、体が楽な分心のケアをしっかりやらなきゃいけないんだなっていうのを、そのお客様が、はい、家族のですね、あ、その家族の、はい、あそちらのね、式場でやると祭壇でも何でも備え付けで体は楽なんですね、こちら側としては、はい。だけどその分体が楽になった分お客様に気持ちを向けてお客様のケアをしないと、
お客様の満足度が上がらないなっていうのを、その時そのお客様が集金をした時、お金をいただきに行った時に、こうしてほしかった、ああしてほしかったっていうことをすごくいっぱい言ってくれたんで、あ、なるほどな、そうしなきゃなっていうのを実践しましたね。言ってくれてよかったわけですよね。はい、あの今金州さん、埼玉金州さんの店舗数はどのくらいあるんですか？はい、店舗数はあの葬儀式場ですとか、あの相談ルーム合わせて9つの施設があります。はい、エリアとしては、エリアとしては、まあ、東武東上線っていう線があるんですが、そこの川越から四季というエリアに限定して出店をしています。そうなんですね。はい、あの実は埼玉金州さん、ね、評価格付け認定委員会から最高ランクの5つ星を取っていらっしゃると伺いました。はいはい、これはすごい名誉ですよね。らしいですね。あまりこういうこと言うとあれなんですけど、我々には分からないけど、どういうあれなんだろうね。どこ、うんうん、お客様の、そうですね、評価基準としては、その町の人たちの管理主に対するイメージとか評判だとか、あとはまあ会社が常に成長しているかとか、あとはまあ見積もり金額と請求金額に、まあ、あんまり差異がないかどうかっていったところを、まあ、第三者機関としてね、冷静に調べていただいて格付けをしていただけると。ただ自分たちとしては当たり前のことをやってるので、なんか特別何か頑張っちゃったっていうのはないの ですごいですねって言っていただけると、あ、すごいのかなと思うんですけど、まあ、当たり前のことをやってる社長いつもこういうスタンスだよね。こういうね、こういうスタンスで当たり前、もうこういうふうに自然に来てるよね、いつもね。まあ、本当頑張らないようにしてます。あ、やっぱりそうなんだろうね。だからそれがこう人にリラックスさを伝えるたり、こう癒しになったりするのかもしれない。先代の金太郎さん、はい、や秀一さんもそういう似てらっしゃるタイプだったんですか。どうですかね。金太郎おじいちゃんに僕はよく似てるって言われました。あ、はい、僕は金太郎おじいちゃんが亡くなってちょうど1年ぐらい経って生まれたんで、金太郎おじいちゃんの生まれ変わりって近所の人に言われたりとか、あとやっぱり金太郎おじいちゃんの幼少期に顔が似てたんで、あの町商店街歩いてても、あんた金太郎さんの孫だろって言われるぐらいでしたので。わかるんですね。まあ、それもきっと葬儀に携わるきっかけかもしれないですね。おじいちゃんに似てるって言われたのが。はい、今埼玉金州さんの理念とかモットーとか、そういうものってどうやって社員の皆さんに伝えていらっしゃいますか。はい、そうですね、あのクレードって言ったらちょっとかっこよすぎるんですけど、僕が普段から口にしている9つの言葉があるんですけども、それをまあ簡単な冊子にしまして、毎朝朝礼の時に唱和して、例えば一つ何かありますか。まあ、一番最初に載ってるって、当たり前のことを当たり前に行うという当たり前っていうのが一番大事じゃないかなと思って、それを一番最初に読ませてます。難しいことですよね。でもね、当たり前のことやるって難しいなと思います。まあ、当たり前のことってのは小学校の道徳で習うことばっかりだと思うんですけど、それをまずやらないといけないのかな。既存の型にはまることなく、自分の信じた道を突き進み続ける内田康則、そんな男が見据える今後の展望とは。まあ、やっぱりここは頑張らないようにはしてるんですが、まあ、ただ常に虎視眈々と、まあ、何かチャンスがあれば出店をしていきたいなっていうところと、まあ、スタッフを少しでも成長させていきたいなっていうところ、あとは自分自身は50歳で引退をしようと思ってます。早いよ、もう超えてますよ俺。早いですね。でも本当に、あの今47なんですけど、あと3年で引退をしようと思ってまして、まあ、引退してなんか辞めちゃうっていうんではなくて、あの社長を辞めるだけで会長職になろうかな。で、はい、で会社の状況、あとは市場の状況に合った人を、まあ、生え抜きの社長を立てて、まあ、全力でサポートしたということですね。あの何も創業家の人間じゃなきゃ社長になれないっていうんではなくて、才能のある人または時代にマッチングした人が社長になれるっていう基礎を作って、やっぱり全力でサポートするには早めに
社長職を譲って会長として全力で後ろ盾しなきゃいけないなっていうのが僕の職業、まあ、役職としての展望ですね。お医者様にならなくて社長になってよかったですか？よかったですね。よかったですか？よかったですね。特に葬儀屋になってよかったと思いますね。ああそうですか。この仕事がやっぱり好きですから。小さい時のね、はい、勉強はできたけど好きじゃなかった。好きじゃなかったですね。でもずっとこう楽しみに、楽しみっていうね、まあ、そういうことを感じてたご職業に疲れてってことですもんね。そうですね。なんかもう人生を話してもらってる ね。もういつまでもそのままの社長でおられてください。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。